朝鮮で活躍していた頃の若き遠征外縁、政外から1916年6月6日は、中国新末民初期の軍人、政治家、初代中華民国大総統、北洋軍閥の総帥、大新帝国、第二代内閣総理大臣を務めたが、新朝崩壊後は、第二代中華民国臨時大総統、初代中華民国大総統に就任。 一時期中華帝国帝政として復活し、その際に使用された言語より、後権と呼ばれることもある。字は、異定、合派用より、中華帝国皇帝在位中は自分を、後権皇帝と自称した。君主が自分の意志で、君主国から共和国に転換した唯一無二の事例を作った人物でもある。新潮末期の軍人として、 陸軍の近代化を進める役割を担いつつ対等し、彼自身が作り上げた軍事力を背景に政治的にも大きな権力を振るい、欧米諸国では彼のことをストロング・マンと呼んだ。その後一時失脚するが、侵害革命の混乱の中で朝廷と孫文な革命派との間で巧みに遊泳し、中華民国大総統となり、革命派を弾圧するとともにインフラ整備や 軍備の充実などの面から国家の近代化に当たった。さらに一時帝政に復活したが内外の反発を買って帝政を廃止し失意のうちに没した。勢力絶輪で一歳九将との間に17男14条を設けた。長男の縁国帝は吉野作造が家庭教師を務めた。父を補佐し侵害革命や 父の皇帝即位などにおいて、数々の作望をめぐらせるも、父なき後は隠居して、その生活は困窮を極め、中華人民共和国建国後に、小子省の中央分士官で職を得た。次男の縁勝文は、根極家として著名な人物であるが、皇帝即位への反対で、父の怒りを買って終われ、パンの一員となった。また、王子の縁光さんは、 同皇帝時代の紳士で、その子が、戸部次郎、行部次郎を務めた、縁保持久氏である。岡本隆氏は、彼の著書において、縁生外は、社交は巧みであり、自分の小さい課題については、処理できるが、中国中央として、扱うのは、ふさわしくないと述べている。彼の息子の家庭教師であった、吉野作造は、彼は、愛教師たたるばかりであったが、 事故にその虚偽をかっした。遠征街を孫文と共にののしった、北一期の証言は当たっている。地方官としては冷徹、果断に見えたが、元首としては、醜悪さ、生臭さに転じる。聖火は、官僚や軍人を多く輩出した地元でも指折りの、名族であった。そういった中で生まれた、遠征街は、若い頃から、立身出世の強い願望を抱いていたと多くの、 伝記は語っている。まず官僚を志して過去に二度挑戦したが、どちらも一度目の主権に及大せず断念した。そこで軍人となることを志し、高所七年には、李光省ばっかの外軍に身を投じ、朝鮮に渡った。その後、認知で発生した神護の変、後進の変では、貧費の要請のもとで巧みな駆け引きで鎮圧に、貢献し、情勢を清しに有利に導いた。 そして事実上の朝鮮講師として、李工省の監督のもと、朝鮮の内政にも干渉できるほどの大きな権限を持った。遠征外は朝鮮に、政経両面ともに、真の勢力を腐食して、対抗する日本勢力を排除しようと考え、特に経済的には一定の成果を上げている。ところが、高所20年、貧しさと圧政にあえいだ、朝鮮民衆が、 交互の汚名戦争を起こした。朝鮮は清に軍の派遣を要請し、日本を対抗して派兵した。これにより日清戦争が勃発する。しかし日清戦争は、真の大敗に終わり、李口省は責任を問われ失脚。敗北の中で、縁は本当の意味で近代化した軍隊の必要性を痛感した。当時の真の軍隊は、 軍備の資金は与えられても上官による横領が、頻発し満足な装備を持たなかったり、装備は充実していても、兵隊の規律がなっていなかった。遠征外は、戦後間もない高所21年10月には、子から引き継がれた陸軍の様式化の職務につき、近代兵器を伴った兵の訓練、厳しい規律などを実施し、大きな成果を上げた。当時の欧米人や日本人も、 遠征外の軍隊を視察して高い評価を下している。当時の遠征外の軍隊のことを新し権力軍と呼ぶ。遠征外の要請で公使館付部官の青木のリズミが軍事顧問として新し権力軍を指導育成した。遠征外は青木を最も信頼できる日本人と評していたという。この軍事力こそが遠征外の力の基礎となり、 その後の北洋軍の屋台骨となった。人材面でも、段気随、京国将、王七七らは、この時期から遠征外の幕下に入り、彼を支えることとなる。高所24年の土の犬の返報の際には、こういう意、両警長ら返報派を当初支持した。軍の様式化を推し進めていた、遠征外にとっても、返報派の主張は好ましく思えるものであった。彼自身、 両警庁の学習サークルである、教学会に所属していたこともある。しかし、返邦派の形成が思わしくないと見た、遠征外は、段次道に持ちかけられていた、返邦派による、クーデター計画を、生体校の側近坂江六に密告し、その功績によって、返邦派が、土のエイヌの政変で打ち倒された後も、 生大公の信頼を得て、翌25年には、三党巡部に任せられた。義和団の乱では、遠征外は、自らの地下での反乱を、いち早く鎮圧し、新し権陸軍の強さを証明した。生大公をいただく朝廷は、各省の指導者に義和団と結んで、欧米列国軍を攻撃する命令を下すが、遠征外は、良好総督、理工省、良好総督、 劉古日、国公総督、朝のホララと協調し、諸外国と東南多外保の名約を結び、朝廷の命令には従わず、領土と軍隊を保全した。結局義和団の乱は、列国軍によって鎮圧され、西大公に動員された北京周辺の新軍は、ほとんど壊滅し、遠征外の力は、相対的に強まることとなった。年、李は、 没するにあたって、遠征外に、北洋通商大臣県直令総督を引き継ぎ、北洋軍が誕生する。従来の新し権力軍事務に加え、直令総督と北洋大臣を得たことで、政治的な立場も上がった。その後、栄六ら有力者が没し,していく中で、県政を強めた。日露戦争時、清は表面上は、厳正中立であったが、遠征外は、長方や、 馬族大変性などで日本に協力し、情報証拠を日本軍の特別任務班に派遣した。これは、海戦に先立つ公所29年11月中旬、遠征外は青木の澄と天津で会見して、情報は入り次第日本側に渡す。馬族の使用に関しては、その放棄を直令省以外で行うのなら、支障ないので、 秘密裏に援助しようと返答していたことによる。これに基づき、遠征外は、襟抜きの将校らを、満州、猛古の奥深く、ロキヨシ国境付近まで潜入させた。遠征外。ストロングマンの異名を取ったが、かなり小柄であった。遠征外この時期から遠征外は、政治家としても活躍し、いわゆる高所申請の中心的人物となった。彼の取った政策とは、 国債などによって諸外国から金を借り、その資金によって陸軍の様式化、教育機関の拡充、鉄道、銀行などのインフラ整備を行っていくというものであった。この方式は侵害革命後に彼が大相当になった後も変化がなく、日独露英物の列強5カ国から借りた。 資金を借りることで列強に侵略されるリスクについては各国に平均して頼ることで回避が可能であると考えていた。日露戦争後に日本が東三世において独占的な権益の確保を企てるが彼はアメリカを同地に介入させることで日本の侵食を阻止しようとしている。1907年には軍機大臣外務部署所となった。この時期、竜丸事件を機に 中国南部沿岸で日下排斥運動を煽るなど、日本の影響力を削ぐ活動も行った。1912年3月10日、戦闘亭の大意と共に、遠征外は中華民国臨時大総統に就任した、高所34年に、高所帝が崩御、その翌日に、西大公も病没して、戦闘亭が即位、戦闘亭の父厚親王、はじめが、 摂政を落として、政権を担当すると、遠征外の政界での状況は一変する。厚親王は、母術変法で、兄公所定を裏切った遠征外を憎んでおり、戦闘元年の年初に遠征外を失脚させた。さらに遠征外を殺害する計画もあったが、内部情報を得てかろうじて、北京を逃れた。すべての職を失った遠征外は、 河南省聖徳近くに今日構え、失意の日々を過ごすこととなる。しかし、一方で、彼の部下は多く、政権に残っており、また聖徳は交通の用地でもあるため、情報は、ふんだんに入手していたらしい。戦闘3年10月、侵害革命が勃発。河中、河南では、革命派優位で情勢が推移した。朝廷内の満州貴族らも、遠征外の他に、 これを鎮圧できる人物はいないと判断し、新朝の第二大内閣総理大臣、国王総督に任命するとともに、反乱軍の鎮圧を命じた。遠征外は、部下の断基髄、兵国省らを鎮圧に向かわせつつも自らは動かず、一方で、革命派と極秘に連絡を交わした。そして自らの臨時大総統就任の現地を取るや、革命派に寝返り、朝廷の要人に、 政権の交代を促した。こうして戦闘4年2月12日、戦闘帝の上悟が発布されて、新国最後の皇帝が退位、新朝は滅亡した。同年2月15日、議場での満場一致により、遠征外が新政中華民国の臨時大総統に就任した。遠征外の政治に対する考えは一貫しており、中央の元首が強権を振るうことで初めて朝のように、 乱れた中国はまとまりうるというものであった。こうした発想は当時の対中国間の主流であり、孫文などもそう考えていた。しかし、これに対して当時国民党の実質的指導者である宋教人は最高権力者の権限を制限し、議員内閣制を行うことが必要であると主張した。当時としては斬新なこの考えは多くの国民の心を捉え、 国民党は1912年12月の選挙で圧勝した。遠征外は大きな影響力を持ちつつある総教人を警戒し、怪獣策をしばらく取り続けたが、ついに1913年3月、総教人を暗殺した。その後も大総統の権限を強化したり、任期を長くするなど自らの強権に努めた。この後、多くの国から借款を行い、 近代化資金を確保し、インフラ整備を行った。この借款に対して、港高区省から反発の声が上がり反乱となったが、遠征外は得意の軍事力を持って、これを撃退した。反乱軍を指揮していた D 列人氏、李烈レツ孫文、高校らは日本に亡命した。同年10月には、正式に大総統に就任。さらに国民党の解散命令を出した上で、 国会内の国民党議員を全員会食した。1914年7月、第一次世界大戦が勃発すると中立をいち早く宣言して、日独英英三島半島に設定した交戦区域を通告した。しかし、ドイツは二河み鉄道を物資補給に利用し、日英同盟を理由として交戦に踏み切った日本がこの鉄道を占領するなど、 交戦区域外へ影響が及んだ。戦時国際法上の管理下とした日本に対して、遠征外は、ドイツ咀嚼地等の権益は、中華民国政府が管理すべきとして対立。遠征外は日本に、ドイツ利権の返還を求めるが、受け入れられなかった。1915年1月18日、日本から大使21箇条要求の権益、法益保護問題の交渉を求められた。 この日本政府との直接交渉に応じた、遠政外は一部情報を諸外国にリークして国際世論に訴えたり、交渉において宣言策を講じるなどの策で交渉阻止を図った。しかし、同年5月9日、遠政外が承認して大使21カ条要求の受諾に至る。受諾後も遠政外は諦めず、6月22日交付の 長弁国賊条例によって、外国人と借家等を含む、商工上の契約を行い、自国の利益を優先させない者に対して、重殺刑に処すと定め、外国人に対する差別的な扱いを法令化して、大使21カ条受諾の効力を空分化させたと、される。告げ天令の遠征外大相当こうした不安定な状況の中、1915年に遠征外は、 側近の洋宅に皇帝即位運動をさせ、帝政を復活させた。翌1916年より年号を貢献と定め、国号を中華帝国に改めた。こうした遠征外の行動は、自らの野望を果たすためという面もあった一方で、四分、合列した中華を束ねるためには、強力な立憲君主制が必要との考えであったという見方もある。しかし、 結果は全く予想と反するものだった。北京では学生らが批判のデモを行い、地方の軍閥はこれを口実に次々と反旗を翻した。彼の足元の北洋軍閥の諸将までもが公然と反発し、遠征外を批判した。さらには当初傍観していた日本政府が立憲君主制の受けの悪さを見て取るや、厳しく非難を始めた。結局、後見元年3月に、 しぶしぶ訂正を廃止。しかし一度失墜した権威は戻らず、同年6月に失墜のうちに病死した。死因は尿毒症と伝えられる。遠征外の死後、彼の部下であった強国省、女性省、断気髄などが相次いで政権につきいわゆる北京政府として、対外的に中華民国の正式政府として存続したが、いずれも大陸全体をまとめる力を持ち得ず、 各地方を根拠とする軍閥割挙の時代に突入した。小介石の北伐が終了するまでの10年余り、この状況が続くこととなる。現在でも中華民国及び中華人民共和国で、遠征外は悪役であり時にカンカンとまで言われている。中国国民党と中国共産党の双方が商用する孫文らを、 弾圧したこと、日本の大二21過条要求に駆使したこと、そして時代に逆行して皇帝に即位したことは、革命で打ち立てられた、共和制中国を乱したとして厳しく批判されている。大二21過条要求を受け入れることを決めた5月9日は、現代の中華民国では、十九国日と言われ、愛国派の活動する日となっている。現代の中華人民共和国では、 自らの人気制限撤廃に動く習近平と総書記、国家主席を遠征外になぞらえる動きがインターネットで起きた際に、これを否定的に捉えた当局によって、貢献とともに遠征外という言葉自体が中国のネット検閲で規制対象になっている。しかし近年、そうした否定的な評価は、孫文と革命派を善玉と位置づける単純な、 歴史観として修正されつつある。新し権陸軍の設立や、家挙の廃止と、学校制度の整備といった、近代化政策を推進した役割の他に、独裁的な政治手法の必要性は尊文などにも共有されていたこと、憲法術数を駆使したと同時に、一つの理念や主義にとらわれない、現実政治家としての側面を持っていたことなどについて、公平な評価が求められるようになっている。 遠征外についての書籍で日本語でルフしているものはあまり多くない。しかし、資料としての自身の上層文、伝信文の類は非常に多く残っており、中華民国を中心に出版されている。ありがとうございます。